さんこんばんは、角田もかです。ボタン雪が舞うときインタビュー、本日は C 組の皆さんからお話を伺っていきたいと思います。ボタン雪が舞うときインタビュー、本日は出演者のお二人にお話を伺っていきたいと思います。平尾さんが1978年、そうです。はい、そして井上さんが1977年入団ということなんですけれども、あの一緒に過ごされてきた中で何か印象深いエピソードとか思い出とかあったら伺いたいです。あります？そうですね、平尾さんが結婚なさるいろんなそれまでのこととかもいろいろしてますのでそっか、そうですよね。それは思い出深いことが、私のすごくお友達と、はい、同期の友達と結婚なさったので。あ、一期生なんですね。そう、平尾さんは二期です。平尾さんは二期生で、奥様は一期生ってことですか。そうです。なるほど。そう。職場結婚。はい。そうです。そのお付き合いしてる時もずっと見てきたので、感慨深いです、ね。今もすごく仲良くしてらっしゃるので。そうですよね、なんかいろいろ話も聞きますけど、いやもう芝居入ったらもうあなたしか見えてないみたいな。ありがとうございます。結構でも共演された回数とかも多いですよね。そうですよね、最近ね、最近多いのよ。あ、そうなんですか、うん、昔はそうでもなかったんですか。昔はね、あの共演 NG だったから活動してなかったの。子育てとかいろいろあったけどね、最近もう本当に、はい、去年も真っ赤な、去年真っ赤な、はい、直木賞作家やられて、はい、で近所のおばさん、近所の土の子っていうのもやってね、はい、で近所のおばさん、近所のおばさんが多いの。じゃあ夫婦役っていうのは初めてなんですか。そでもね、親子役があるんだよ。ああ、親子役、ね、昔ね、はい、お母さんと子供っていう。ああ、そうそう、今度夫婦をねやらせていただいて、はい、まさかジン君とね夫婦なんて。あ、そんなに意外だったんですか。意外でしたね。まあ断ろうと思ったんですけど、はい、だけどもうね、そういうことになったので、はい、もう精一杯愛そうと。そうです ね、うん、お二人はあれですか、あの黒岩さんとも何かもやってらっしゃる。そうですね。そうだから、そあの最近の共演は全部あの黒岩演出のお芝居。はい、そうそう、黒岩さんのね、千本ノックに。千本ノック鍛えられてます。昔から、はい、千本ノックですから。やっぱ昔、今やっぱ私はここ3年4年くらい前から知ってるんですけど、あの昔から知ってて、あのなんか変わったところとか。最近はこうだよねみたいな感じのありますか。どうですか。基本的にはね、そうです。これやっぱりさ、あの演劇人として若い時はさ、やっぱりこうグッとこう熱情がさ、ね、だん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 こうね落ち着いていくっていうのは、まあ普通の人人と何にさ、はい、そうなるもんだよ。でも柔らかくなった感じがする。はい、いや本当に同じ千本ノックでもね、なんか優しい千本ノックで、そうパートタイム開くの。あの千本ノックは結構必要な。そうだ、はい、頭に豆腐乗せながら千本ノックが。そう、昔ね、あどんな芝居がいろいろ勉強させてもらってます、はい、なるほど、ありがとうございます。では、では次はあの、うん、お三方に今の稽古 の様子を伺っていきたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。